公開勝利者インタビュー第10レースを勝ちましたのはババヨシヤ選手ですおめでとうございますありがとうございます。一着を取りました選手にはこちらオリジナルのセンセスタンブラプレゼントしておりますどうぞお持ち帰りくださいありがとうございます。なかなかプレッシャーのかかる一戦ということでしたが、はい、リプレイを見ながらで、ね、振り返ってまいりましょう。はい、さあ、えー、並びなんですがここは枠なりに落ち着きまして一二三四五六の三対三でした三号艇で三コース発進です。 風も収まった状態でのスタートでしたが。船、えー、スタートの感としてはどうですか。えっと、展示よりは、少しあの、後ろやなっていう感じで行きました。はい。はい。一マーク狭いところ入っていきました。あの、なんか弱気に外回っても、あの。いいことな誘ったんで、はい、もうまくり差しだけ狙っていきましたね。うん、はい。そのまくり差した感覚というのは、どうですか、船の押し向きという点では。 今日、昨日から整備いろいろして、はい、だいぶ今日の試運転は自分好みの。あの乗り心地になってたんで、まあ、うん、いいレースできるかなとは思ってたんですけど。はい。はい、ま初日二日目とキャリアボディのね、交換がありまして。はい、これは別のものに。そうですね。あの別のものに変えてから、直線もだいぶついていく感じがあったので。うん、はい。あのー、全体的に底上げができている感じです。はい。プロペラの調整には取り掛かることできていますか。えっと、自分。 なりの調整はできてます。はい、はい。改めて明日に向けてとなるとどんなことが課題となりそうでしょうか。下の一枠残ってるんで、はい。あのー、しっかり回転だけ外さないようにはいします。それでは明日四日目に向けましてファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい。えっと明日もいいレースできるように集中して走ります。ご清聴します。シリーズ初白星ボシババ吉安選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。